左からグランダーでクロス、クリスティアーノシュートを狙ったキムスンギュ、少しこうタイミングをずらしたんですかね、ワンセットでね、岩波、キムスンギュ、渡辺博文、大前で引っ掛けた、伊藤横へ入れてワントラップからシュート、いや枠を外しましたクリスティアーノ、伊藤横に払って右から小池、小池グランダーでゴール前だった、来た、決まった、先制ゴール、大谷ですよ、堅い神戸の守備を破りました。ここはのクリスティアーノもフリーだったから ね、渡辺と岩波の間をね、はい、まあ、大谷が配置したんでね、藤田、ニュートン、パスが出て高橋俊樹、中を見ている、3人いる、グランダー抜けてきた、シュート、小林、同点ゴール、1対1、ゴール前フォワード小林が決めました。今シーズンのヴィッセル神戸のフォワードでの初得点は小林誠剛です。周期がね、ためを作りましたよ、はい、お、ここは取った、前を向いています、そのままパスを出して大月のシュート、おー、ね、ナイス、中村康介よく出ました。ルーズボール、クリスティアーノ触った、クリスティアーノ、大津がいましたが横に入れて中川、ミドルエッジからシュート、強いシュートを放ちました中川、誰に来てますよ、大津、クロスボールが入った、キムスンギュちょっと逆を捉えましたがよく反応しました、よく反応しちゃったね今、手塚これシュートですかね、いやいや、センタリングでしょうね、中クロスですか、うん、クロスでしょう、はい、ニュートン、ここ入っていたら大谷でした、ニュートン、中川がつく、クロス入る、ヘディングシュート、大月ちょっと伸びきった ね、体がね、そうでしたね、大森、ここもフェイント来るか、縦へ来る、うわーっと来た、大槻ヘディング、よくゴール前、いやー大森がよく見てましたよね、今なんかね、初回からまた中谷前で狙っている田中純也、前で奪う、大槻左足シュート、セーブをしました、ハイプレス前からのプレスね、はい、奪い取って、大槻取った、パスを出す、クリスティアーノスライディング、どうだこれは、笛が鳴ってイエローカードが岩波に出ます、2枚目じゃないですか、2枚目ですよね、岩波イエローカード2枚目を受けました、退場、パスは出てちょっとレイソルは選手1人倒れています、受け出してシュート、よく触りました、よくゴール前で触りました、最後は中谷ですか、まあ、マイボールの時間です、プレーを続けます、クリスティアーノクロスが入る、ポストシュート、決まった、最後は大津、最後は大津、1対2、やはりやりそうでしたね、今日は似合ってました、この大津、ゴール前でいい動きを見せていた大津、周囲を破って勝ち点3を上積み、
これからまた上昇気流に乗っていきたい、そんなゲームにできた柏レイソルです。